よいこの皆様、こんばんは。昨日もとても楽しいお稽古でございましたが、本日も木曜日スペシャル第1弾、モーツァルトちゃん、できると思えばできるのでございまする。人に優しく、自信を持ちましょうね。自信を持って邁進する、ピアノ教室でございます。モーツァルトちゃん、ミュージックスタート。答えは、バカ7つである。
面白かし当てクイズ。見たかのがコーラ、カラの中、そっと覗いてみてごらん、そっと覗いてみてごらん、みんなで丸丸しているよ。みんなで何をしているのかな。答えはみんなでお遊戯しているよ。丸は罰クイズ、貸し当てクイズ、楽しが一番でございまする。それではまた後ほど。できないではなく、できるのでございまする。人にも優しく、先生をリスペクト、敬う気持ちに、ご挨拶も、手洗いマスクの着用、ゆっくりドレミの音楽で歌いながら弾くことで、聞く能力絶対音感も身につきます。絶対音感をつけるためにはどんどんメロディーを歌い、音当てクイズも楽しくまねっこをすることでございます。この音何かな。はい、今度はこの音から、耳でコピーして楽譜に書くことも可能でございます。日頃いろんな曲を弾いていると、聴いたことのある曲は耳コピーもできるようになりまする。それではまたね。だるまさんが転んだのだ。最初はグナの歌、ドラカをじゃんけんじゃんけんじゃんけんポン。僕が敵だからウーの勝ちだね。ドラカをじゃんけんじゃんけんじゃんけんポン。僕がパーだからウーの負けだね。なっと、それではまたね。さようなら。